はい、皆様こんにちは、ターキーです。それではイブの続きをやっていこうかと思いますよ。手が不気味、緑の影を使った。この部屋でもセーブはできるか。セーブの19、20までですね、個数はね。なんだ、右と左に扉があって、これ魚？壁に魚の形のくぼみがある。猫？猫に魚？口に魚？右に行ってみると、なんかマネキンの部屋か。箱の中には汚れたパレットと筆が入っている。これは？小さな動物の剥製がたくさん入っている。何も入っていない。棚の上に何かが見えるが手が届かない。ふむ。よくわからない置物が入っている。押して動かせそうな台がある。これをここまで持って行ってから取ればいいのかな。汚れた靴や革靴が入っている。動かしてみようか。大きい。え？なんか足生えたんですけど。これこっち側から観察してみる。耳を澄ましてみる。足を見る。何もしない。観察してみる。どうやらこれは椅子のようだ。耳を澄ましてみる。カンティロー。スカートのような布の中からかすかにうなり声のようなものが聞こえる。足を見る。それぞれの足がハイヒールを履いている。一つの足だけハイヒールはない。ハイヒール探して渡せばいいの。箱の底に水色の小さなハイヒールが見える。ガラスのハイヒールを手に入れた。動物の剥製と、これ履かせてみようか。ハイヒールを渡す。小さなハイヒールを置いた。後をついてくるようだ。ああ、これで指示を出せばいいんだね。ここだね。ここで、そこで止まって。椅子に乗る。よいしょ。何かがある。木の魚。尻尾を手に入れた。木の魚。ありがとうよ。自由に動くんかい。木の魚、尻尾。一旦ちょっとセーブして、あ、これオートセーブでセーブされるんだね。こっち側にも行ってみるか。なんか不気味なとこですな。動いてるし、何かが体操をしている。お？かくれんぼする？あれ？どこにいるのかっていうような感じ。何かしらなんかちょっと違うところがあるのか。これだけなんか光ってるような、いや、そういうわけでもないか。逆にあんまり光ってないのを選べばいいのかな。あんまり光ってなさそうといえばこれ。カーテンの下にボタンがある。違った。女の子の絵。うわ、見えない何かに噛まれてしまった。なるほどね。これは板前の腕っていう絵か。どこだろう。ここかな。
うわ すいませんね。気持ちの悪い声を上げてしまって。いた。見つかった景品あげる。なんか音がしたんだけど。景品あげるって言ってなんかもらったっけ？あ、ここになんか出てる。何かが落ちている。木の魚、頭を手に入れた。頭と尻尾がくっついて一つになった。魚のオブジェを手に入れた。これをあそこに備えればいいのかな？これでも全部調べておいた方がいい？うん。あれ？なんか、これ太陽の絵にしないと明るくならない。あ、失礼しました。やべえ、体力ゲージがめっちゃ減ってないか。音符×になってる。あ、音符×になったら、全然何も聞こえなくなった。ほうほう。あまり思わしくない状態、ひょっとして。ここでちょっと一旦セーブ挟んでおいて。ちょっと体力回復したいなぁ。やめてみる。わー、にゃん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 。ここでまたセーブ。アンバランスの箱。うわ。ゼンマイ仕掛けの植物。小さな双葉が生えている。うん。舌が動いている。赤いバラを生ける。あ、これで回復できるんだね。よし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 。これちゃんときちんとセーブしとこうぜ。危ないところだったな。ヒットポイント1の状態でこれ食らってたら多分死んでたね。嘘つきたちの部屋。うわ、なんか怖いな、ここ。ちょっと怖いな。こっち側はなんか落ちてるね。もう唇注意。どんな、忘れた頃に。もう唇って何ですか、ここ。ここも何ですか、ここ。なんか、吊るされてんな。右側にちょっと行きたくないな。左側から行こうか。あ、しまった。地味にダメージ受けちゃった。嘘つきたち。仲間外れが一人いる。頭使うか。 ABCDEFG123456F の6、そこが正しい場所さ。嘘つきが一人だけ、仲間外れが一人、仲間外れ。 F の6、 B の2、白い服が言ってることは本当だよ。白い服。C の5こそ本当に正しい場所よ。本当のことを言ってるのは緑の服だけよ。F の6。F の6か。C の5。C の5か F の6か。黄色の服に同意。ってことはやっぱ白の服が言ってることが本当なのかな。真意の方こそが本当。緑の服だけが本当のこと言っている。真意の5か F の6か。だろうね。だろうね。真意の5か F の6か。真意の5か F の6。真意の5をさ、とりあえずちょっと調べてみるか。タイルが、あ、ダメージ食らったか。あとは F の6か。
あれ？またダメージ食らったんだけど。失敗だったか？あとは B の2しかないんだよな。ってことは B の2が正解ってこと？床の穴に双葉の形のネジが刺さっている。回してみると、なんか音がした。B の2が一番正しかったってわけか。なんかズタボロになってんだけど。嘘つき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 。絵が。いや、怖。地味に怖。水が入ってないから回復できないんだよね。ちょっと別にセーブデータ取っとこうかな。アンバランスの箱で、なんかカチャーンと音がしたんだけどな。忘れた頃カチャーンと音がして、あの表の方が変わっただけなのか。猛毒な唇に注意。あれ唇か。ゼンマイ、これを回してみよう。何か起きた？あ、光ってる。忘れた頃に光ってますね。小さなつぼみのようなものがあるな。これをどうにかして落とせばいいんだろうか。アンバランスの箱ってなんだよ、これ。つぼみってこれとはまた別だよね。舌が動いている。唇調べてみる？唇ちょっと調べてみるか。腹減った。食い物残せ。うお。食い物。これ取れないのかな。忘れた頃に何なんだろう。アンバランスの箱も気になるんだけど。調べない方が良かったか。下がりは何も関係ない。そしてもうここはもう何も目新しいものはない。他にここ調べられる、調べられるんか。でももうここ終わってるよね。戻ってみるのも一つか。筆とパレット、使えるものっていうか何もないのか。こっから先はどうやって進めればいいんでしょうね。アンバランスな箱、これが気になるな。アンバランスな箱ってなんだよ。なんか道具みたいなのある。レースのハンカチと真っ赤なバラしかないか。他になんか変わったところは。あ、これでやっぱダメになっちゃうのか。ゲームオーバー、諦めない。他からロードができる。ふむ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 。小さなつぼみのようなものがある。回してつぼみはあるんだけど、このつぼみを
取らないとダメなのかな。左側。この絵。この絵で包丁入手とかできない。ちょっと待ってね。板前の腕だけか。ここはもう終わってるような気がするな。よし、とりあえず、今回はここまでにしときましょう。もし考えてみてもダメなときは、ちょっと調べてみます。ご視聴ありがとうございました。